桜島火口周辺警報情報情です。警戒レベル3小なり桜島の火口周辺警報噴火警戒レベル3入山規制を切り替え大なり桜島の南岳山頂火口及び昭和火口からおおむね 2km に警戒範囲を縮小小なり噴火警戒レベル3入山規制が 継続大なり逆三角火山活動の状況など桜島の南岳山頂火口で本日25日01時09分に爆発が発生し、同火口から非再流が南西側へ約 1.8km 流下したと判断しましたが、午前中、気象庁機動調査班、 ドジマモッドが実施した現地調査では赤外熱映像装置による観測で非砕流の痕跡は認められませんでしたこのため非砕流と判断していた現象は風下に流された噴煙の一部であると考えられます以上のことから 警戒範囲を南岳山頂火口及び昭和火口から 2km を超えた居住地域近くの範囲から南岳山頂火口及び昭和火口からおおむね 2km に縮小します逆三角対象市町村など発表中鹿児島県鹿児島市逆三角警戒事項など南岳山頂火口及び昭和火口からおおむね 2km の範囲では 噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石及び火砕流に警戒してください。風下側では火山灰だけでなく小さな噴石が遠方まで風に流されて降るため注意してください。爆発に伴う大きな空心によって窓ガラスが割れるなどの恐れがあるため注意してください。なお、今後の公開状況次第では 降雨時に土石流が発生する可能性がありますので留意してください。